ヤン・ギー・ユー、ヤン・ギー・ユー、ヤン・オスカー・スベラ、ルシアン・アン・リー・ギアン、ギルーとも、1944年1月17日体は、スウェーデンの作家、ジャーナリストである。作品には、カール・ハミルトンという名のスパイが登場するスパイ小説や、テンプル騎士団のあるマグヌッソンが登場する歴史小説三部作がある。ギー・ユーは、作家のリサ・マークルンドや、 内縁の妻で出版人のアンマリー・スカルプ、アン、マリエスカープと共に、スウェーデンで最大の出版社の一つである、パイラト・フォーラ・ラゴット社を所有している。GU は、スウェーデンでは、事件記者時代に有名になった。1973年に GU と同僚の、ベーター・ブラッドは、スウェーデンの秘密情報機関、IB の存在を暴露した。現在でも、GU は、 スウェーデンの有敢タブロイド誌、アフトンブラーデットのコラム記者として、ジャーナリスト活動を続けている。2009年10月に、タブロイド誌、エクスプレスセンは、ギーユーが1967年から1972年まで、ソビエト連邦のスパイ組織 KGEB の工作員として活動していたと告発した。ヤンギーユーはこの期間に、 KGB の現地工作員と数回連絡を取ったことを認め、KGB から報酬を受け取ったことを打ち明けたが、自身の目的が、ジャーナリスト活動のために情報を収集することでったという立場は崩さなかった。この告発は、スウェーデンの公安警察が発表した書類と、元 KGB 大佐のオーレング・ゴルディエフスキーへのインタビューに基づいていた。後の裁判で、 エクスプレス船紙は、ギーユーが、ソ連のスパイであったというのは、見出しと記事の誤った解釈だと主張して、告発を取り消した。ストックホルム県セーデルテリエで生まれた。父親で、フランス人のシャルルギーユー、チャールズギは、ストックホルムのフランス大使館に勤める管理職員の、息子として、スウェーデンにやってきた。母親のマリアン・ギーユー、旧姓ボトルフセン、ボートルフソンは、 ノルウェー人の家系であった。ヤンギーユーは生まれた時にフランスの国籍を得、1975年にスウェーデン国民となった。ヤンギーユーの祖父がフィンランドのヘルシンキ駐在のフランス大使に任命されると父親は祖父と共に認知へ赴くことを決意し、そこに定住した。ヤンギーユーはストックホルム郊外のザルツヨバーデンとナスビーパークで、 母親と新しい父親の下で成長した。ヤンギーユーは、ストックホルムのバーサリアル、ベイサリアルに入学したが、暴力、窃盗、脅迫といった理由で方向となり、次に2年間セーデルマンランド県にある、ソルバッカ、ソルバッカボーリングスクールに通ったがここからも、方向処分にされた。ギーユーは1964年に、ビグビューホルムにある、 ボーリングスクールのビグビューホール向こう、ビグビューホームズスコランで卒業見、おけ、学業を終えた。ギーは、残虐なまま父からの絶え間ない虐待と、サルバッカ校でのいじめの中での自身の成長を、半自伝的小説、エリックの青春、現代、悪魔、1981年の中で記している。ギーの母親、姉妹とサルバッカ校時代の教師と、学友たちは、 ギーの告白にことを唱え、この本のことをほらばなしだとしている。ギーは、最初に、作家で翻訳家のマリナ・スターグ、マリナ・スタグと結婚し、ダン、ダン、1970年代とアン・イコール・リン、アン・リン、1972年代の二人の子供を、儲けた。娘のアン・イコール・リンはジャーナリストで、フェミニスト解説者であり、映画監督、ロイ・アンダーソンの娘、 サンドラ・アンダーソン、サンドラ・アンダーソンとシビル・ユニオン、同性同士の内縁関係で活を共にしている。現在 DU は出版人のアンマリン・スカルプ、アン、マリー・エスカープと内縁関係にあり、ストックホルムのエステル・マルム、地区にあるアパートメントで大半の時間を過ごしている。また、エストハンマル県のロスラーゲン、北部のフライボーに別荘を持ち、 本を執筆するときはこちらで過ごしている。DU は1966年から1967年にかけてフィブをくっちる年の記事を書いてジャーナリストとして出発した。後に共産党のフォーケット、アイビルとクルトゥアフラント氏を共同で創刊し、1970年から1977年にかけてこれに携わった。現在は アフトンブラーデット紙にコラムを寄稿し、時に応じて、その他の時事出版物に、現在の出来事、特に米国の対テロ戦争、イスラエルのパレスチナ人に対する政策、スウェーデンの公安警察、スウェーデンの法廷手続きや公聴会といった、中東での紛争や、国内の様々な問題に対し常に、左翼の視点反米的立場から意見を述べている。議員友は スウェーデンテレビで放映されたマガジーに1981から84年リーコードマガジーに終了近くにはヨーランス・カイトと共にやグラバーナ・ナピー、フェイジャー・ハルト、パーラ・レントソンとと共にといったいくつかのテレビ番組で司会を務めた。ユ u は犯罪、ドラマの TV シリーズ、タリズ・マナン、TV4、2003年の脚本を共同で執筆していた。 このシリーズではもう一人の執筆者であるヘニング・マンケルと共におのおの自分自身を演じいた。ギーユーは歴史ドキュメントシリーズのアーンズ・リケ TV42004 年とハック・ソー・ナズ・ティド TV42005 年でも作家とナレーションを務めていた。1973年に左翼雑誌はギーとペーター・ブラッドが書くインフォメーションズ・ビュレン情報 または略して IB と呼ばれるスウェーデンの秘密情報機関を暴く連載記事を載した。この記事は当初は元 IB 職員であった法官イザクソン、法君イザクソンからもたらされた情報をもとに IB のことをスウェーデンの共産主義者や保安上危険と考えられるそののものの情報を収集する秘密組織として記述していた。この組織は国防や 通常の情報の枠組みの範囲外で活動しており、国家予算の割り当ても不明であった。フォーケット、アイビルとクルトゥアフラント氏のこの記事は、アイビー職員が殺人、侵入、スウェーデン国内の外国大使館に対する盗聴や、海外でのスパイ活動に関与していると告発した。この雑誌でのアイビーの暴露には、スパイたちと見出しをつけられた幾人かの職員の、 顔写真が名前と社会保障番号と共に掲載されており、IB 事件、IB やフォレンとして知られる国内で大きな政治スキャンダルに発展した。これらの活動は全面的にこの秘密組織の責任であるとされ、スウェーデン社会民主労働党との関係は、オロフ・パルメ首相、スベン・アンデション、スベネン・ディソン国防大臣とスティグ・シナーグロン最高司令官により否定された。しかし、 後の様々なジャーナリストと第三者委員会の調査や個人の辞典によってキーユーとブラッドが書いた記事に際された活動のいくつかが確認された。2002年に第三者委員会は IB 事件の調査に関する3000ページにも及ぶ報告書を発表した。キーユー、ペーター・ブラッドとフォーカンインサクソンは3人とも逮捕され、 非公開の裁判においてスパイ罪で有罪を宣告された。ブラッドによると三人の中で誰も外国勢力と結託した行為を行ったという自由で起訴されたわけではなかったので判決は法廷内で確立された既存の司法監修を拡大解釈する必要があった。一回の上告の後で、DU は禁錮一年から十ヶ月に厳じられ、最初に ストックホルム中心部にあるラングスホルメン刑務所に、後に首都の北にあるエステルローケル刑務所に収監された。ギーユーとブラッドは、金庫刑の一部を独房で過ごした。1967年からの5年間イアン・ギーユーは、スード KGB の現地工作員とあった。2009年10月に、スウェーデンのタブロイド紙、エクスプレスンは、ギーユーは、 ソ連の秘密エージェントという表題での件を報じた。スウェーデンの公安警察のサポ、ソポは当時違法活動を行っているという容疑のかかっていたギーユーの同僚アルネレンベリ、アーニー・レンバーグからこの会談のことを聞いてっていた。ヤンギーユーによると彼の意図は自分がさらされている活動に基づいて KGB のスパイ活動をジャーナリスティックに暴くというものであり、 ギーユーは、KGB 連絡員のジャブ・ジェナイジェローゲルと連絡を取った。後に記事を書いたジャーネリストの一人は、ギーユーの説明を信じて、彼の説明の一語一句に疑問はなかった。と述べた。ギーユーは、スウェーデンの政策についてのレポートを作成し、KGB から報酬を受け取っており、エクスプレス線紙が、 G.U. のことを秘密エージェントという言葉で名指しした時にはこのことを指摘していた。元 KGB の大佐で亡命したセルゲイト・レチャコフ、サーゲイト・レッチェコブは G.U. のことを古典的エージェントとみなしていた。なぜならば彼は金を受け取り最悪なことに領収証にサインまでしていた。これについては疑問の余地はない。彼をどのように操作したかは モスクワの k g b 学校でテキストの要領になっているろうよ。と述べた。検事のトマス・リンドストランド、トーマス・リンドストランは、エージェントとスパイは、同義の概念ではない。エージェントは、スパイ活動に関与する必要はない。エージェントは訴追されるようなことに関わることなく、使い手のために役割を果たすことができる。と、スウェーデン報道諮問委員会、ザスウェディッシュ、プレスカウンシル、 本に書簡を送った。当時、公安警察は、レンベリの報告書に対し会議的であり、新聞記者が公開されている情報をもとに記事を書いて、それを、ジャブジェニー・ガーゲルに渡しても違法なことは何もないと、述べた。事項により現在新たな基礎自由での訴追はできない。スウェーデンプレスの公的オンブズマンのイル・サステニウス、ナース・サステニアスは、後に、 エクスプレス戦紙が行った事実の表現手法は無責任ジャーナリズムの一例であると結論付けた。彼女によるとエクスプレス戦紙はこれが GU の名声に重大なダメージを与えるにもかかわらず何の解説もなく一面にヤンギー,ーソ連の秘密エージェントだったと決めつけた。ステニウスの出した結論は議論を呼び起こし、 数多くの新聞の論説委員が彼女の辞職を求めた。2010年6月1日にスウェーデン報道諮問委員会ザスウェディッシュプレスカウンシルポンはエクスプレス線紙のご報道に対して処分なしと裁定した。エクスプレス線紙は g u がスパイ罪で有罪であると主張したことを否定しポンもこれに同意した。紙面の第一面と見出しの主張 DU ソ連の秘密エージェント、KGB の任務を告白、スパイの元締めにより勧誘は、ポンによると厳密に定義された意味ではないと判断された。ポンは、事実関係の詳細がこの出来事に関する義勇、自身の談話を含めて、完全に記事の中に網羅されていることについても納得していた。1960年代と1970年代初めに、義勇は、 毛沢東主義カルテ、教会に参加していた。また、主に1970年代に活動していた、弱小の毛沢東主義政党である、スウェーデン共産党、元、の、コミニストリーグマークシスツレノニスツの一員でも、あったが、ギーユーが国外で生活していた間の政党の、会費の支払いを拒否したことにより、6ヶ月で党から、除名された。現在では、ギーユーは、 自身のことを共産主義者や毛沢東主義者であると考えてはいないが、左翼党以前は左翼党共産主義の名称で知られたスウェーデンの政党の左翼に位置する社会主義であると表明している。DU はパレスチナ人を支援していることでも知られ、長年イスラエルを継続的に非難している。百七十六年に南アフリカの状況と全く同じように、 イスラエル国家は、アパルトヘイト制度の上で成り立っている。ため、シオニズムは、人種差別主義を基礎としている。と記した、H.E.Has Repeated Re-taken the, the Stance That イスラエル・イズアン・アパルトヘイトステート。1977年に発行された、スベンスカ・カダーグブラーゲット紙の記事の中で、GU は、私は、楽天家であり、イスラエルはハルマゲドンが起こる前に消滅すると、信じている。 と記した。1977年にギーユーと当時の妻のマリナスター、マリナスタグの著書でサッター・アムフセイン知性以前のバーストを統治下のイラクを題材に描いたイラック・デッドにアラビエン、イラク、新しいアラビアが出版され、特に粗暴な国家だというイラクに対するヨーロッパ人の考えは単純に政治的プロパガンダと人種差別主義の幻想との混合物である。PP 91として議論を生んだ。DU とスターは1975年に本を書くために下調べを行い、二人は当時、バース体制は明らかに人気があり、アラブ世界の中では最も安定している。PP168-169、イラクでの報道の自由は、世界中のほとんどの国よりも広範囲に、享受できる。p p 三十九と力説し、もし、 2000年よりかなり前にイラクが生活水準の面でヨーロッパ諸国にいることになる。PP174 といったことは著者たちにとっては驚くべき話ではなかった。DU は最初にアブグレーブ刑務所を訪れた西側のジャーナリストであったと主張しており、刑務所の環境は素晴らしいものでスウェーデンの刑務所よりも良好。 pp 249-250とさえ記している。この本は、サッターム・フセインが大統領に就任する1979年の2年、前に出版された。自伝、オーデッツ・マクト・オーク・バンメイクと、権力と無力の世界、2009年のでギーユーは、人々が指摘するような本からの引用は当時としては、それが、本当の姿だと考えられたと述べている。しかしギーユーは、 本が出版された当時アフマドハサンアルイコールバクル大統領ので副大統領を務めていたサッターム、フセインこそが実際にはイラクの指導者であったと記している。アメリカ同時多発テロ事件の直後にギーユーはヨーロッパ中に呼びかけられて行われたテロの犠牲者に捧げられた3分間の黙祷の最中にヨーテボリブックフェアの現場から立ち去ったことで論を引き起こした。 アフトンブラーデット紙の記事の中で、G.U. は、米国は、我々の時間を犠牲にする大量殺戮者である。ベトナムと、近隣諸国との戦争だけでも400万人の犠牲者が出たにも変わらず、スウェーデンでは一分間の黙祷さえなかった。と述べて、このイベントは、偽善行為であると論じた。また、このテロは、我々すべてに対する攻撃である。と論じる人々には、この攻撃は、 単にアメリカ帝国主義に対する攻撃であると述べて批判した。EU はロンドン旅客起爆派テロ未遂事件に対する報道機関の反応とすでに容疑者が逮捕済みのために不必要であった空港で取られた混乱を回避するための対処を大げさと断じた。報道された題材は戦場的であり利益への思惑に煽られ英国政府はこれをテロに対する戦いでの勝利を 印象付ける機械として利用したと問題を提起した。爆発物は何も発見されなかったことを指摘して、GU は、コラムの見出しに、アルカイラについて書かれたものを何も信じるな。と書き、これは、イスラム教徒のコミュニティの迫害を引き起こした。IB 事件と、その結果1973年のスパイ罪による、懲役の判決を受けて、以来、GU は、 スウェーデンの公安警察に対して厳しい批判の目で見ている。銀融によると公安警察は彼のことを国外で治安当局と揉め事を引き起こすテロリストであると認定している。最近、銀融はスウェーデンのラディカルフェミニズム活動を行う人々や団体を繰り返し批判しているが自分のことを反フェミニズム主義者と呼ばれることは拒絶している。 同性愛に対する DU の見解も議論を呼んだ。DU は同性愛は生まれ持った何かというよりは流行現象である。歴史的には一過性のものである。同性愛は17世紀には存在しなかった。と語った。DU の諸女作 OM クリゲットコメアは1971年に出版された。1986年に DU は 架空のスウェーデンの軍事スパイ、カール・ハミルトンが登場する小説を出版した。銀友が作り出した架空のヒーローはもともとアタックダイバーになるために戦、訓練を受けていたが、後にネイビーシールズの一員となるためにカリフォルニアでの特殊訓練に選ばれた。ハミルトンは左翼思想の持ち主であり、一時的に公安警察のために働いていた機関に上司の一人から コックルージュ、コックルージュ、赤いンドとあだ名された。最初の作品と合わせてシリーズ11作が刊行された。このシリーズの登場人物の幾人かは実在の人物をモデルにしている。ヤンギーユー自身はエリック・ポンティ、エイリック・ポンティという人物のモデルであり、ギーユーはこの名前を自伝的小説、エリックの青春、現代、悪魔の中でも使用している。 DU のなぜ完結させなかったのかという理由を添えて、中途半端な走行のまま11冊目のハムロン、ハムロンが出版された。DU は、エン・メド・ボーグラ・ HJD、オーバー・ジアン・バージ・ミス・シュタンク、疑惑の多い市民が最終巻けであると述べ、DU がスウェーデンから終身刑という形で追放したハミルトンが復活することはいと念を押した。 ギーユーがスウェーデンについてだけ書くつもりであるのならば、ハミルトンが再登場する可能性はないが、マダム・テラーを書いている時にギーユーは特定の役割を足す登場人物に、ハミルトンが必要なことに気づいた。ハミルトンが一登場人物として復活すると、メインテ、OM、デッド・ホラー・ジンド・クテア、あなたの娘の件でなければの中で別の主要人物となり、そこでは、 ハミルトンの終身刑は一時中断されている。そのため、ギーユーはこれからの本の中で、ハミルトンを新たに登場させる方針を明らかにした。コックルージュシリーズを終えた後で、ギーユーは、中世の時代に、テンプル騎士団の一員にならざるを得なかった、架空のスウェーデン人、アルン・マグヌッソン、アーン・マグネソンを描いた三部作を表した。このシリーズは、 祖国のスウェーデンや中東に遠征した十字軍で、数々の重要な歴史上の出来事の目撃者や、要因となる人物になる、架空の人物あアルン・マグヌソンの人生の序実である。十字軍三部作と呼ばれる、このシリーズは、以下の三作である。DU は、アルンの遺産、2001年という題名で、ストックホルムの海祖であるビリエール・ヤールに関する続編も表している。 ギーが描き出す世界では、ビリエールヤールは、あるマグヌッソンの孫という設定である。ギーは、学生時代を描いた、自助伝、エリックの青春、現代オンドスコーン、悪魔、1981年に本語訳、柳沢由美子訳不走者2006年 ISBN4 から594051715を表し、これは、映画、2003年にもなった。 この映画は2003年度のアカデミー賞の候補作品となったが依然として米国からテロリストとみなされている GU は受賞式に出席することは叶わなかった GU は何とかしてアカデミー賞受賞式に出席するために必要なビザを入手しようとしたができなかった監督のミカエル・ハフストロームが GU の内縁の妻に自分のチケットを譲っ ギ u は2000年から2004年までスウェーデン出版社協会の会長も務めた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。